おはようございます、えー、今日はステンドグラスの話から始めようと思います、えー、何でもやりたがりの私はステンドグラスにも興味があって、えー、あの中世ヨーロッパ的な、えー、ガラスの綺麗な色彩に憧れていたんですねで習いに行きかけたんですよねでも結局行かなかったんですけど、えー、ステンドグラスって、えー、分厚い 色ガラスを何枚も裁断しなきゃならないとかハンダゴテと鉛でガラスをつなぎ合わせるとか溶接って感じでねちょっと大変そうとか思ってまあ作りたい作品も当時はスタンド式のランプを作りたかったのでいくつもいくつも作ったらいくら好きでも今度は邪魔になりそうとかプレゼントすればいいかもしれないけれど プレゼントされる方も趣味に合わなかったらもらっても困るだろうとか、まあ、材料費もバカにならないぞとかいろいろ考えたんですよねまあそれに一度は、えー、教室ももやっってているスステンドグラスのショップにも行ってみたんですよ。まあ、でもなんだか高級感が漂っていてお気軽じゃないんだなって思っておじけづいて帰ってきちゃったんです。まあ、 ま,た出直そうまあ出直せばいいやなんて思ってたんですけど、まあ、とうとうそのままになっちゃいました、まあ、結局ステンドグラスの代わりに七宝焼きを始めたんですがその話は置いておいて今日はステンドグラスの話なのでね、えー、私は、えー、輸入アンティークショップのサイトで家具をよく見るんですよね まその際にステンドグラスをよく見かけるんですよ。それで気になっていたんです。まランプのステンドグラスじゃなくて、まあ、多くね見かけるのは四角い木の枠で囲ったステンドグラスです。まあ、結構シンプルな図柄で、まあ、お花とかが多いですね。で、フランス製かなーって思ってみたら、まあ、輸入物はほとんど、 イギリスから来たものなんですねフランスとかイタリアとかまあ、少しはあるらしいんですけどまあ、ハンドペイントのステンドグラスってまあ書いてあるんですねまあ、ハンドペイントって、えー、人の手で塗るっていうことですよねまあ、ステンドグラスでも、えー、絵付けが流行った時代があったんです えステンドグラスの起源をはっきりと証明する文献は今のところまだ発見されていないようです。まあ、ただえ西暦400年頃、えー、窓にはめるこう板状のガラスっていうものが製造されるようになってまあ、間もなくステンドグラスもね作られるようになったんですね、まあ、同時期ですね。 えそれはフランスの文献からね分かっているそうですよ。それで最初は、えー、キリスト教の教え、まあ、聖書の聖書のね、えー、ストーリーだと思うんですけど、えー、ステンドグラスで表現したんですね。まあ、それがまあ、始まりっぽいです。えー、それで1500年くらい前からステンドグラスって作られるようになったんですけど。 まあその間にえ技術的な発明とかがあったんですね。まあ例えばガラス同士をつなぐ素材とか、ガラス用の顔料とかあ絵の絵の具ですよね。まあそういうものが開発されたことによって、まあ写実的な絵を描けるようになったんですよ。でもね、もうそんなに開発開発されたのに。 進歩ししたのにもかかわらずスステンドグラスは衰退しちゃうんですねあなぜかっていうとまあ調子に乗っちゃったんでしょうかね。まあステンドグラスの本来の魅力である光と色ガラスの調和日っていうものを、えー、無視しだしたからなんですよ。まあ、ガラス同士をつなぐ線もだんだん簡略化していって。 一枚一枚のガラスも大きくなっていってもうそれはもうね普通のキャンバスに描けばいいじゃん油絵とどこが違うのよっていう感じでまあ、ステンドグラスにする意味がないみたいなまあそんな感じでステンドグラスの衰退時代に入ってしまったんです、えー、でもね一度は衰退したステンドグラスでしたが復興の時代がやってきました。 もう産業革命の影響で長く大量生産の時代が続くんですけれどもでまあ私歴史得意じゃないので大雑把にお話ししています何度でも間違っていたら詳しい方教えてくださいえー、大量生産といえばね効率合理化って言ってね安かろう悪かろうの商品があふれていた時代なんです そんな状況に我慢ならなく我慢ならなくなった人たちが、まあ、生活にもアート性を取り入れようよということで、まあ、手仕事といううものを、ね、復活させようとしたんですね、えー、ポイントだけ言いますと、まあ、それで新しい芸術っていう意味のアール・ヌーボーっていう芸術様式が生まれたんです。 えーとお花とか植物をモチーフにしてまあ鶴花の植物をイメージしてほしいんですけど、まあ、滑らかで流れるようなエレガントでね装飾的な感じのデザインがまあ特徴なんですね。でそんなアール・ヌーボーですけれども、まあ、いつしか、まあ、それが世の常っていうんですかね 今度はアールデコっていう様式に取って代わられてしまいますアールヌーボーは芸術に走りすぎてしまったんですね、えー、手間暇コストがかかりすぎる第一次世界大戦も勃発してアートとかデザインとかまあそれまでは特権階級だけのものだったのが 大衆にも広がっていっててい、まあ、時代は大量生産を求めるようになっっていったんですでそんなアールデコ調のステンドグラスは丸い部分、まあ、円とかちょっとしたカーブもね少しは取り入れる部分もありますけどなんといっても幾何学模様の直線的でシャープなデザインが特徴です。 まあ、チャラチャラしたって言ったらアール・ヌーボーさんに失礼ですけど装飾性をそぎ落としたすっきりしたデザインになっていますね。えー、ヨーロッパのアンティーク家具とかの説明で必ず出てくるこのアール・ヌーボーとアール・デコ、まあ、今回はこの2つの違いをはっきりさせたかったので。 まあ細かいデザインの流れ的なことはカットしてお話ししました。で次に日本で人気のイギリスから輸入されたステンドグラスの特徴なんですけれどもバラとかユリの、ね、花の花デザインが有名なんです日照時間が短いイギリスでは、えー、窓から差し込む光を最大限に楽しむためにこのステンドグラスが イギリス全土に広まったんですね。1920年から30年代にかけてバラや百合の花柄がスタンダードになっていくんです、えー。この頃のものが日本でも今一番人気が高いっていうか数も多くてまあ普及されているんですね。日本人好みのシンプルなデザインで日本家屋にも。 合わせやすい感じですねで、よく見かけるのが木枠のステンドグラスですまあ、これはイギリスの建物を解体するときに窓とかドアとかから外されたものなんですねなので釘が打ち付けられてあるままだったり木枠が傷んでいたりする場合が多いですでもガラス自体は手作り感があって とても味わいまあ表面がぼこしていたり、まあ、気泡とかゴミっぽいものが入っていたり、まあ、色合いとかですね、えー、ステンドグラスの材料に使うガラスにも、えー、高級なものからそうでないものまであるんですけど、まあ、いいガラス素材を使うとやっぱり透明感とかね光の反射の具合とか全然違うそうですね。 あとね、色のついていないステンドグラスっていうのがあってまあ19世紀の末くらいまで使われていたんですねまあシンプルで古民家に合いそうな感じがしますねえガラスの質感が生み出す光の屈折効果なんか魅力的な感じがしますけどまあ秋も来なくて良さそうじゃないですかまあこうやって ステンドグラスを掘り下げていきますとねヨーロッパ美術にも関心が深まりますねあのスペインのサグラダ・ファミリアですか、まあ、どちらかというとアール・ヌーボー系なんだそうですね中にあるステンドグラスがまあえー、アートとかねデザインをカテゴライズするなんて、まあ、基本どうでもいいことなんですけどね私にとってはまあアートでも自然でも赤ちゃんでも 犬でも猫でもペンギンでも iPhone でもいいじゃないですか自分の好きなものを見ていて幸せっていうのが大事ですよねでも古民家と透明のステンドグラス欲しくなってきましたね。はい、というわけで今日も最後までお聴きくださりありがとうございました。